第二直しは、なお、縁王を子祖とし、なお、縁王即位の1469年から1879年までの410年間、沖縄の琉球王国を統治した王家及びその姓の、通称、琉球最後の王朝。正式には、直しだが、第一直しと区別するため、一般には、第二直しと呼ばれる。第二直しは、初代、なお王から、 最後の小太王まで、19代続き、廃藩治験後は、日本の家族となり、公爵家に列した。第二直し王道子祖、直お縁王、第二直しの王道は、第一直しの小安久王の重臣であった金丸が、小安久王の小久の領に代わって王位につき、なお縁王と名乗ったことから始まる。第三代正親王の時に、地方のアジラを首里に、 宗教せしめて、中央集権化を図るとともに、新興貿易を中心に、中国、日本、東南アジアと広く交易するなどして、王朝の前世紀を迎えた。第七代、少年王の時に、薩摩藩の島津氏の出兵を受けて、薩摩藩の支配下に入り、両族関係となった。その後、構造圏、羽地王子長州や西園、串上親方文和家を抜擢して、 多くの改革を行い、疲弊した王国を立て直した。しかし、19世紀後半になると、アメリカ、フランス、オランダ等と、相次いで、不平等条約を結ぶことを強いられ、さらに第19代、正体王治聖火の1879年、琉球処分が行われ、王家の琉球支配は終了した。正体は、その後家族に列したことで、東京に住居を置き、 1885年5月2日に、皇尺に除せられる。文化も断爵に除せられた。第二直氏大党家では、直氏は王族のうち、国王及び王子までの姓である。アジイカの王の親族は、直の結核である向井氏を賜った。例えば、小木王の三男は、小甘根、吉村王子野菜を唱う氏だが、その息子は、無かなり剣、吉村アジアサムツというように、 二世からは、向井氏を名乗ることになる。また、功績のあるアジは、王子号とともに、直しを賜ることがあった。例えば、朝む罪の後を継いだ弟の名を天保吉村王子朝賢は、外交上の功績があったので、直しと王子号を賜っている。琉球では、王子号は、異界の一つであり、王の好みに与えられる称号ではなかった。詳しくは、 琉球の異界を参照のこと。1689年に、ケー座が設けられると、1690年に、王族は、向井氏を称し、名乗り頭は、朝に統一された。それ以前は、各五点ごとに、性は異なっていた。例えば、構造権、羽地アジ州の生前の故障は、暮蔵造圏、羽地アジ家であったように、向井氏へ統一以前の羽地五点は元ご氏を、 名乗っていたこのように、向井氏は、王家血統の証であり、琉球では、王氏、馬氏、申し行城、申し富城区、名城市島尻大里城、名城市、島添大里城、琉氏、とともに、五代生の筆頭として、一族は、王府養殖に就くことが多かった。中山よぷなど、王府支所では、なお、円王の父、なおきびは、 方言の乱で流罪となった、源のためともがその階層とされる、春天王党の第三大王、義本の末裔であるとの説が記されている。また、天孫氏の末裔との説も紹介している。1996年から2003年までに、行われた、浦添踊れの発掘調査の際に、少年王領にある四つの石棺の遺骨について、 母系遺伝子のミトコンドリア DNA を分析した結果、一個体から中国南部から東南アジアに多く見られるハップログループ界に分類される遺伝子が得られた。その一方で A 総量の二号石管から検出された頭蓋骨の一つからは中世の日本人の形質が認められた。ありがとうございます。